さ、はい、天気悪いね。天気悪いですね。ロンドンらしいよ ね、この天気ね。冬になったなって感じ。だってさっきまでさ雨降ってたもんね、うん、いよいよ初の雨降り撮影になるかと心配しましたけれどもでも意外や意外、雨も上がって、まあ、ちょっと今日はこんな感じの曇り空なんですけれども、私たちは現在ですねオックスフォードサーカスにいます。はい、まあもうロンドンの中心地ですよね、はい、で今ちょうどね駅の前にいるんですけれども、うん、ここが、まあ、オックスフォードサーカスは1906年代かな、一番最初ベーカールー線が開通した時にできた駅ですね。この当時の当時、そんな前からちょっとロンドンの中心地をご案内していきたいと思います。よろしくお願いします。あ、いけない、サクトモチャンネルってそれやんなくちゃねっていうの言ってたばっかなのに ね、忘れちゃった。ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ブラ散歩ということでですね、今日は、ちょっと私新兵器なんかさ、いろいろ作戦考えてるね。何ですか。いろいろとさ、いろんな方法がまだまだあるんですね。勉強になります、はい。ということでですね、今日はオックスフォードサーカス、いよいよちょっと面白いのがさ、うん、これね、これいよいよロンドンの街にも、まあ、ハマースミスにも今あるんですけど、他のところにも、うん、ちっちゃい小型店で都市型のお店ができたんですけども、日本にはもうねすでにあるありますけれども、いよいよロンドンのこのオックスフォードサーカス、うん、これすごいよね、このさ、うん、IKEA の取っ手が作られるってさ、ね、いつものバッグですね、うん、まあ、いつオープンするかちょっとチェックしてないんですけれども、はい、今ね着々と準備が進んでる、うん、で立ってるところはこの IKEA は、うん、ちょうどもうここがオックスフォードサーカスの真ん中ですよね、はい、真ん中ちょうどサーカスこう十字路になってるところで、うん、まあ、ロンドンで一番バスの忙しい通りって言われてる交差点ですね、うん、1日に400台が通過するって言われてる、はい、そんなところの左手には、うん、ちょっと奥の方になっちゃうけど、まあ、リバティ百貨店もある、うん、リバティ百貨店ね、ちょっと見に行ったらね、はい、あれっすよ、クリスマス飾りなんかまだちゃんと されてなかったですね、うん、なんでこれからねちょっとねこのオックスフォードストリートをちょっと西の方に少し歩いていきたいと思うんですけど、はい、なんかマイク持ってるからぎこつないなと。そうですよ、なんか、ね、カメラ、うん、なんか慣れないことやってるとさほら年も取ってるからさ、なかなか慣れないわけよ、自分がね、体がね。さあいよいよこのイルミネーションね、ちょっとね、うん、昼間なんで、トモさんまたさ、はい、夜撮影来ましょうよ。ああ決まってるじゃないですか、それ。どうしてさ、そうやって話のストーリー性をさ打っていくような言い方するわけ。その方面白いかなと思ってあのね、撮影してまたクリスマス直前の頃にね。そうですね、夜の景色を、はい、まあ、オックスフォードストリートは例年通り同じ星空っていうか星のねイルミネーションで、でリージェントストリートもね、はい、結構これもいつも通り天使の、うん、イルミネーションが飾られてますけれども、はい、もうこれ全て点灯式が済んで現在、11月の今日は18日ね、はい、18日ですね、全て点灯式が済んで夜はキラキラしている状態でございますが、ここからさちょっとさもう少しあっち行ってみましょうか、はい、うん、もうここはさいよいよ土曜日だからすごい混んでて、うん、これからどんどん混んでくると思うけど、ちょっとね一つオックスフォードストリートでおすすめのちょっと百貨店の中にある一軒のお店をちょっとご案内したいと思うんでね、うん、もう知ってる人は知ってる、行ったことある方は行ったことあるかもしれませんけれども、穴場のお店があります、ちょっと紹介したいと思います、はい、でここオックスフォードストリートってロンドンの真ん中で唯一スクランブル交差点になってるんですね、うん、2009年だったかな、渋谷のスクランブル交差点をサンプルに作られて、うん、スクランブル交差点らしくちょっと斜め渡ってってみる、はい、これさ意外と短い本当だ、これさできたばっかの頃ね、うん、来たのよここに、はい、したらさみんなスクランブル交差点っていうもの自体分かってないからさ、うん、
こんな真ん中通れるようになってるのに、うん、みんなカクカクって2回曲がってるんで、大丈夫、今やっと渡るようになりましたね、みんなね、うん、ボードサーカスはね、一時期ね、一般車を通れないような、うん、あ、歩行者天国にしようとしたのかな。あ、その案は却下になっちゃいましたね。うん、だってバスもタクシーも通れなくなっちゃったら困るよね。うん、お、バスが来る。でもいよいよ年末に向けて、うちの近所なんかもそうなんだけど、うん、年寄りの お年寄りの方たちね、はい、方たちがいよいよクリスマスギフト買い始めましたね。あ、うん、お孫さんとかが遊びに来るんでしょうね、うんうん、なんかこうクリスマスギフトをみんな、ご夫婦で選びに来てる方がね、うん、地元の文房具屋さんとかおもちゃ屋さんとかにいらっしゃいましたね、うん、いよいよ年末に向けて皆さん準備が進めていく時期に入りましたね。はい、騒がしい。あ、消防車だ。このさ、意外に消防車や救急車やさ、うん、パトカーの音ってすごい音量で録音されてるね、これね。お、見てくださいよ、ジョン・ルイス。はい、ちょっとね、今日ね、ここのジョン・ルイスを紹介したいと思うんですけども、うん、クリスマス飾りになってるね。なんだろう、あれエアーで膨らましてんのかな。そうじゃないですかね。え、何ですかね。何でしょう、あれは。まあ、ジョン・ルイスはね、ロンドンというかイギリスの中では毎年話題になるのが、うん、クリスマスのコマーシャルがすごく話題になるんです。ああ、そうですね、うん、で、今年はね、食虫植物を題材にした。あ、じゃあ食虫植物ね。そうなのかな、これそうだ、それだ、題材にした何、少年との、うん、この何、友情みたいのを描いてる、そういう童話なんだ。これ食虫植物だね。そこまで知ってるのになんで気づかなかったんだだってまさかさ、そんなものディスプレイしてると思わなかったんだもんまあさ、そんなもんよ。はいということで、うん、この中のちょっと一軒お店を紹介したいと思います、うん、はい、よろしくお願いします。はい、何回よろしくお願いします。何よそれ。みんなの思い出写真展、空からロンドンを眺められるスカイガーデン。予約は必要ですが無料というのが魅力的。風が穏やかな日はバルコニーにも出られるので空中ぶら散歩も楽しめる場所になってます。ハッシュタグサクトモガでツイッターにご投稿ください。これが今年のモチーフにコマーシャルのモチーフになっている食虫植物。かわいくない。ハイトリソーみたいなやつだよね。ハイトリソーって言うんだっけ。あ、なんかいますよね、それ。これ売り出しちゃうんだって感じだよね。はい、ご案内したかったのは、うん、このジョン・ルイスって百貨店自体はすごく、デザインとかものにこだわった、うん、まあ、本当にね、年齢層の幅の広い方たちがお買い物を楽しめる百貨店の一つなんですね、うん、他にある百貨店に比べると。で、そこの、まあ、イギリスでいう4階、はい、日本でいう5階ですけれども、はい、4階っていうところに登ってきていただくと、こちらハフキンスというコッツウォルズで有名なパン屋さんなんですけども、うん、前も紹介してたっけ、してるね。コッツウォルズに行った時に、あ、行った時に2回ぐらいしてますよ、ね、してますね。1890年創業の家族系のパン屋さんなんですけども、もともとコッツウォルズ地域にしか店舗がなかったんですが、うん、ストラトフォードアポエンボとかね、はい、バーフォードとかにありますよね、うん、あとストーンザオールドとかあるんですけども、で、ロンドンの中心地にお店を構えたんですよ、はい。なんでコッツウォルズに行かなくても買えると、うん、で最近では英国店、うん、日本の英国店にポツポツこう出店してるお店なんですよね、うん、だから見覚えのある方いらっしゃるかもしれないですけど、あ、これこれ、お、トートバッグ、
これね、これが多分英国店とかでも販売されてるんじゃないかな、うん、で街が広いんで、うん、すごく買い物にも使いやすい、人気ありますよね、うん、でこのサイズになったらね、ランチボックスとか入れて、うん、オフィスにお弁当持ってったり食堂に持って行ったりするときに使えそうなサイズ、うん、で値段がね、これでね今ね9ポンドぐらいすると思う、うわ上がった、上がってんですよ、うん、9ポンドぐらいっていうことは、まあ、日本円にしちゃうとね今ねもう本当200円計算してもいいような値段になってきちゃってるんで、まあ、ちょっとまたこう放送されるときは変わるかもしれないですけど、僕がこの間3日ぐらい前に調べたら188円だった、うんね、なのでちょっと高く感じるかもしれないけれども、でもあのね、現地で売ってたり通販で買うよりはよっぽど安いと思うので、うん、お土産に向きますよね、こういうね、そうですね、うん、で色がいろんな色あってやっぱカラフルで、うん、まあ、ちょっとすべてのカラーが取り揃ってるとは言えないんですけども、うん、まあお土産になる、うん、まあ、コツロズで買わないでもここで買えるというね、はい、もの、あとはオリジナルのこういうクッキーとか、うん、ジャムとかも出してるんですよ、で紅茶とかも、だからこういうのもね、すごいおすすめ、この可愛いじゃん、これジャムセット、あ、いいですね、あの新婚旅行とかでいらっしゃってね、うん、あのご両親にお土産みたいなね、デパートの店員さんが使ってそうね、なんかね、こういうのねで、このサイズもあるし、これこそ本当に買い物バッグですよね、これもある程度の間違いがあって、うん、ジュースなんか2本ぐらい横に並びそうな、そんなバッグ、まあ、一番人気はあのユニオンジャック柄ですけどね、うん、でそういうハフキンスっていうお店があるので、はい、まあ、ロンドンの街中でちょっと今回コツロズ行けなかったなっていう方で、あのバッグ欲しかったなと思う方はここでも購入することができます、うん、はい、そしてカフェもあるんでね、うん、ここね確かねクリームティー以外にもアフタヌーンティーもやってると思います、あ、アフタヌーンティー、うん、すごい、ザ・キングス・アフタヌーンティーに変わったね、クリーンズ・アフタヌーンティーから、これが20ポンド安いと思わない、安いね、で、クリームティーとかもあるのかな、あ、ケーキがないのかな、こっちは、あ、ビクトリアスポンジがあるのか、あ、そうだね、じゃあケーキの種類はあまり出てこないんだね、で、これがクリームティー9ポンド、うん、悪くないよね、悪くない、うん、コッツオールズクリームティーっていうのがすごい素敵ですね、うん、それ以外にも食事になるもの、まああの、もともとパン屋さんなんで、パンを使ったお食事が中心なんですけども、うん、そういうものも提供してますので、はい、ちょっとここで一休みするときにはおすすめの場所、うん、はい、ではでは、ロンドンの街中、オックスフォードストリートに来たら、ぜひジョンビスのこちら、ハフキンスにお寄りいただけたらと思います。では、そういうわけでチャンネル登録、グッド評価もいただけたらと思います、よろしくお願いします、よろしくお願いします。では本日はコッツウルズじゃないよ、ロンドンの街中のハフキンスから、さようなら。